皆様ご機嫌いかがでしょうか。編集者ことプレイヤーのチャッピーです。アシスタントの焼きトマトです。いや、このシリーズも第3回ですね。なんでこのシリーズ回を重ねるごとに仕様が変わるんですかね。不要なものから消えていく、この世界の真理だよ。今回はバンカラなんですね。新シーズン開始直後の S 隊とかいう地獄なんだよな。ルールはガチヤグラ、使用武器はノバブラスターネオですね。ぶっちゃけこの武器は前2回と比べると圧倒的に強いよ。3回目にしてコンセプト破綻は草。そして今回は特別ゲストが来ております。お二人ですか。それではご登場ください。というわけで特別ゲストのテラーです。どうもどうも、こいつの友人のテラーですわ。チャーリーと認定されてなくて草。お前死にたいんだってな。ゾミ通りにしてやる。誠に申し訳ございませんでした。ルックスが前今なんて言った。テラーさんは何を使ってるんですか。話そらしたな。今回僕が使ってるのは機械武器。みんな大好き機械の派生物である。言ってもこの武器ってつい最近配信された DRIGGLE シーズンの新武器ですよね。それは今日もいい天気。新武器の情報出たね。というわけで最弱を決めよう。怪しいのはここらへんかな。マスクーゲルはメインが強いから除外するとして、ラストも無印よりも強いっていう評価がされてるから除外で良いかな。お黒はサブスペの相性悪くないと思う。となると北斎か。ぶっちゃけそんな弱くなくね。この動画見ててスプラやってる人の割合3分の2出しバレンや。まあ次回はノバネオと北ヒューということで、ということがあったわけですよ。最終で小じまりですか。っていうかそろそろ実況しません。それはそう。まずどこから。サブスペはこんな感じ。無印と比べると高校よりのサブスペですね。そうだね。それと今回はビーコンを最大限に活かすためにサブ性能アップを積んでるよ。メイン戦術は9000人からの強襲取りだ。要約するとヒットアウェイということだ。なるほど。スペシャルの雨についてはコメントで。で、マークの武器前衛だからのことは利用あたりが欲しかった。チャッキーにコンタクトします。聞いてないんですけど、ノバネオのサブスケはこれ。メインは典型的なブラスターって感じの性能。射程が短いのがたまにキスだね。ブラスターって無理が弱い印象ですか。そこをカバーするのが炭酸ゴム。そしてこれによって使える最強の必殺が、ちょっと待ってください。これクソ弱いやつじゃないですか。何言ってんの。ウルトラハンコは最強アルティメットつよつよスペシャルなんだが。ジャ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 さんにそう言ってるし、逆にこんなやめろ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 。初めに実況してください。とりあえずこいつの武器を使わないといけないのは分かった。どこにいるルアー発生で、バッサリカットです。リッツマジック。もう編集は嫌です。それが編集者ってやつだよ。ぶっちゃけこの試合がちで乗り頃ないんだよね。じゃあなんで採用したんだよ。ほら見てください、カウントリードしてます。楽すぎだろ。スプラ実況ってこれを守って聞いたんですけど、こっちも芝居た方がいいのかな。てかに練習決めててさ、もうこのテンションで行くのね。いいじゃないですか。中の人はもう死にそうですよ。友達として言わせてもらうが、お前はもっと頑張れ。あ、なんか壊れた。ポチポチ。トマトごときにここまでやれるのもかわいそう。トマトじゃないです、焼きトマトです。そろそろ帰ってきていい。2回目は寒い。そもそもこの動画の存在自体が寒い。やめろ、それは私が一番わかってる。じゃあ動画作るなよ。せかしたのはお前だろ。おお。死んだな。死んだね。戦況は変わらずカウント有利です。なんか喋る。この動画の編集始まったの3ヶ月前って話しますか。続かなそうだからいいわ。じゃカットで。嘘やろ。中の人がもう寝たいそうなので、次回はちゃんと作らせるわ。というわけで以上で動画を終わります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。